はい、アクアチャンネルのザッキーです。はい、本日は2022年12月23日、新型プリウスの価格が判明しました。ということで、早速ですね、トヨタさんに見積もりを頂戴しました。今回はですね、この新型プリウスのグレード X とグレード Z、この2つの見積もりを頂戴しましたので、この2つとも動画の後半で紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、では新型プリウスですね、どんな車なのかというのを、こちら、トヨタさんのホームページに掲載されている画像をもとに見ていきたいと思います。まずはデザインですよね。これプリウスですか？だいぶ変わったでしょ。うん、はい、このようにもう今回新型プリウスはデザインも含めて機能面もだいぶ変化してます。で、このデザインとてもかっこいいんですけど、ザッキーはこのサイドビューがとても素敵です。見てください、このフロントのガラスの傾斜。それから後ろもだいぶ変わってます。リアはこんな感じです。この横一文字にテールランプになっているところがかっこいいんですけれども、全体的にデザインはシンプルになった印象がありますね。はい、そんなデザインの車格になりますけれども、公表されているスペックはこんな感じになっていますが、これ従来と比較すると、全長がプラス25ミリ、幅がプラス20ミリ、高さが低くなっています。これマイナス50ミリ。で、ホイールベースも長くなって、全体的に車はですね、大きくなった。けれど、高さは低くなったっていう感じです。これ、高さが低くなった分、当然この車内の居住空間もだいぶ変わってくるんですけれど、これが実際に乗った感じどうなるのか、これ気になりますね。後ろ圧迫感があるのかないのか、そんなところが気になります。はい、車内もだいぶ先代モデルと比べると大きく変わってます。センターメーターが廃止になって、全体的に操作部分が上に来ているような感じで、これは操作しやすそうな印象を受けます。これまだプロトタイプの内装となっているようですけれど、内装の質感は良さそうな雰囲気を持ちます。はい、それからボディカラーになりますが、今回は全部で8色のラインナップになるようですね。上に大きくアッシュとマスタードとこの特徴あるボディカラーのものが取り上げられていますけれど、何色がいいですか？私は赤がいいです。赤、うん、鮮やかだよね。はい。ザッキーはこのアッシュがとても気になります。実際に見てみたいですね。はい、そしてパワートレインになりますけれども、今回新しく2リッターが加わってますね。従来がこの1800のエンジンのハイブリッドモデルだったのに対して、これももちろん継続。新しく進化を遂げて、さらに2リッターが追加となっている。こちらも楽しみですね。システム最高出力が223馬力。0、100キロ加速が 6.7 秒と出ていますので、これはプリウス史上すごいスペックですね。対する1800も、こちらも大幅に性能向上しています。システム出力だけで見ても、先代モデルがシステム出力が122馬力に対して140馬力となっておりますので、これは大幅な性能アップになっていますね。約 1.6 倍の高出力を実現しつつ、従来同等レベルの低燃費。ということで、こちらも素晴らしいスペックになっています。これ以外にも、最新のトヨタセーフティーセンスということで、一覧で見ただけでもですね、今ここに一覧はないんですけれども、従来モデルと比べると、この安全装備面が非常に充実しています。今までなかったものが新しく追加されていて、より安全性能が高まっているようです。それ以外にも便利機能として、このアドバンストパークリモート機能付きですとか、こういったものや、はい、ハイブリッド車といえば、アクセサリーコンセントや、緊急時の外部給電アタッチメントなど、こういったものも充実しています。はい、それから、このプラットフォーム、こちらがもう第2世代の TNGA となります。第1世代が先代モデルのプリウスから採用になりましたけれども、今回ですね、5代目になって、新しくプラットフォーム一新してます。サスペンションもそれに合わせて改良してきてますので、これで
安定した操縦性と乗り心地が両立しているということになりますね。これは実際に乗って走ってみたいですね。はい、そんな5代目となる新型プリウス。プリウスといえば新しいものを取り入れて発表されてきたんですが、今回もだいぶ生まれ変わって登場しています。機能面、安全性、そういったものは格段に向上しているんですが、そこで気になるのがやはりお値段かと思います。ということで、今回2つのお見積もりを公開していきたいと思います。はい、ではまず新型プリウスの 1800cc のハイブリッドモデル、こちらのお見積もりになります。装備は標準タイプになります。内装とそれからタイヤ、こちらは標準のものを採用して、車両本体価格は275万円です。これに諸経費を入れますと総額が296万4369円となります。こちらが1800のハイブリッド。はい、この諸経費の部分ですね。こちらはあえて5月登録で見積もりをしていただきました。はい、対するグレード Z の 2000cc のハイブリッドモデルは、はい、こちらが見積もりになりますが、こちらはですね、オプションを設定しています。メーカーオプションのプラチナホワイトパールマイカー。こちらが3万3000円のオプションが入っています。これを含めまして、2000cc ハイブリッドモデル、グレード Z、車両本体価格は373万3000円です。同じように諸経費を入れまして、総額は397万1469円となります。はい、ということで新型プリウス X と Z の見積もりを比較してご覧になっていただきましたけれども、この 2000cc ハイブリッドの Z の方ですね、397万1469円ということなので、これあと3万円ほどでもう400万円オーバーになります。これしかも設定しているのは、メーカーオプションのプラチナホワイトパールマイカの3万3000円一つでこの金額になりますので、これザッキーはやっぱりこの大型のディスプレイが欲しいなということで、ディスプレイオーディオの 12.3インチ、このオプション設定しますとこれ6万1600円になりますので、もう軽く400万オーバーします。仮にこの色を我慢しても400万オーバーとなりますので、これ Z をご購入検討されている方は400万を超えるなっていうのは覚悟した方がいいと思います。はい、もう一つプリウスの X の方ですね、1800のハイブリッドの方は296万4369円でしたので、これ車両本体価格でこの2つ比較しても約95万円ほどになります。約100万円の差ですよね。スペック的には2リッターのハイブリッドの方が性能がいいですが、あとは Z にしか付かない装備ですとかそういったものはあるんですけれども、これザッキー個人的にですね、1800のハイブリッドも従来のモデルから比べたら大幅に性能が向上しているので、それも検討しつつ、さらに安全性や装備の面も検討しつつ2だと、だいぶこれ今回の新型プリウス悩みどころかなと思います。さあ皆さんどちらを選ばれるでしょうか。はい、ということで今回この新型プリウス、当店にもですね入庫が叶いましたらば、当店のオリジナル商品ですね、カット済みのシート、カット済みのプロテクションフィルム、それからスピーカーキットですとか LED 商品、こういったものを随時開発していきたいなと考えておりますので、このプリウスオーナーになられる皆様、ぜひ楽しみにチャンネル登録をしてお待ちください。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。